皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。本日は9月19日木曜日、だいぶ秋らしくなってまいりました。寒暖差も激しいので体調管理には、ね、気をつけつつ、素晴らしい一日をお過ごしいただきたいと思います。さて、昨日ご紹介の新規初投稿は、埼玉県行田市55歳トレスケさんからの、ね、ギター用のスイッチャーボードを投稿いただきました。誠にありがとうございます。プロフィールの、ね、方を拝見したらですね、自作のスイッチャーを書くにシステムを組んでいますということでですね、この白い、スイッチャーっていうんですかね、5ループのスイッチャー、これが、ね、自作ということでね、エフェクターを作られる方ね、多いと思いますけども、スイッチャーまで作る技術っていうのはね、なかなかすごいなと思ってですね、見ておりました。で、今回ですね、このボードを中心にですね、6月30日、ライブで使用する機材ですということでですね、この音源の方がですね、すでにアップされております。マイページの方から辿っていくこともできますし、ツイッターのアカウントもありますので、ぜひともね、皆様方このね、冒頭、2番目にありますね、松原まさきメドレーって書いてますけど、こちらの、音源聞かせて拝見させていただいたんですけど、もう昭和を生きたエフェボージさんなんかからするとですね、もうなんかもう涙が出てくるような選曲でございまして、冒頭のマッチの曲とかですね、もうこうおじさんたち今こういうの演奏してるんだってちょっと感動しちゃいましてですね。で、このサウンド、ギターのサウンドがですね、また素晴らしいいい音しますので、ぜひともね、このボードを眺めながらですね、スイッチャーどういう風に踏んでんだろうとかですね、使ってる機材なんだろうってこうチェックしながらですね、ぜひとも YouTube チェックいただきたいという風に思います。またね、ボードの方変化しましたらですね、ぜひとも投稿いただきたいという風に思います。投稿誠にありがとうございます。続きましてですね、ヤンピーさんからのですね、最新ボードということでですね、こちらのボスの、方にもですねお伝えさせていただいたんですけど、ボスの新製品 SY-1 ですね、コンパクトサイズのエフェクターではね、令和初となる、リリースですけれども、このシンセサイザー、ですね。で、この元になったね、エフェクターがあるんですけれども、こちらがですね、以前こう投稿もありましたですね、SY300 ということでですね、こちらは MS3 のスイッチャーボードにですね、スイッチャーよりも大きくですねもうすでに乗っかっておりましてですね。で、ヤンピーさんっていうのはですね、ここにも書いてある通り、キーボードがお休みになったので SY300 をぶち込んでしのいでみるの巻きってありますけども、この他にもですね、エレハモの、C9 とかですね、要するにこう、キーボードさんがいなくてもですね、オルガンサウンドとかですね、シンセサウンドでですね、ベースでこう表現するっていうですね、素晴らしい技術をお持ちの方なんですね。ということでですね、その音源がないのでね、勝手なこと言ってますけれども、で、その、SY300 からですね、今回 SY1 ということでですね、かなり小型化してですね、今回直列ボードに仕上がっているということでですね、で、今回ですね、見ていただいて分かる通りですね、トレスケさんの方はですね、500シリーズですね、ボスの500シリーズ、DD500 デジタルディレイとですね、RV500 ということでですね、もう超ハイエンドの空間系を乗っけていると。で、ヤンピーさんの方はですね、SY1 とかですね、先ほどご紹介しました SY300 ということでですね、非常にこう、ハイエンドのマシンでですね、皆様方、サウンドをね、自分ならではのですね、サウンドをお作りになっているということでですね、次回はヤンピーさん、この、シンセサウンドの方ですね、ぜひとも最新ボード、それからこの SI300 の、サウンドとかね、マイページの方にアップいただけたらありがたいなというふうに思います。特にね、ベース用のボードですのでね、どんな音になるのかね、ものすごい気になりますね。ということでですね、いろんな投稿があるエフェボーでございます。これからまたね、連休に入ってまいりますのでね、3連休に入ってまいりますので、エフェボーの方、投稿もやつらもね、楽しんでいただきたいと思います。最新エフェクターの方もね、マイニューギアしましたら投稿の方もお待ちしております。それでは本日も音楽的財務を胸に元気に過ごしてまいりましょう。ありがとうございました。